はい、こんにちは。ユニオンメイドの早乙女です。今回はですね、私がこう日常生活をしている上でついつい取ってしまう行動っていうことについてちょっとお話をしたいんですけど、まあアメリカ好きの同世代の方だったらっていうか私だけかもしれないんですけどね、どうしてもこうしてしまうっていうこと、それはテレビで80年代のアメリカ映画をやってると何度も見てるくせにまた見てしまう。そして最後にやっぱこれはよくできた映画だなっていう風な、コメントというか感想を言ってしまうっていうことがあるんですね。まあその映画っていうのがまあまあ主に大体決まってるんですけど、バックトゥーザフューチャー、リサルウェポンもそうだし、スピードの1のやつですね、2じゃなくてね1の方がいいですね。あとダイハードとかターミネーター、まああのインディ・ジョーンズなんかもよくテレビでねこうやるんですけど、あれはねちょっと設定というかこう場所がアメリカの街じゃないんで、あんまりこう触手動かなかったり、まあスターウォーズとか SF とかだとやっぱりアメリカの街が出るわけじゃないんで、あんまりちょっとこうそれを見ることはないんですけどね。あのランボーなんかもまあザ・アメリカの描いてる部分もあるんだけど、まあ基本的にそのアフガンの方まで話行ってしまうんで、まあこれもちょっと違うなっていうところなんですね。まあバックトゥーザフューチャーの方だと必ず見てしまうんですよ。で DVD を持ってりゃいいじゃないかっていう話になるんですけど、でもねそれがちょっと違って、さあ見ようかと思って DVD を見たいとかじゃなくて、ただ持ってるけどそこで結局流れてるっていうのがいいんですね。行動を起こして見るんじゃなくて、そこに流れてる感が非常にいいんですよ。でも最近なんかアメリカのテレビドラマも随分すごい発展してきて、その80年代の映画とかをちょっとオマージュとかパロディをしてなんていうものもあって、それはそれでねまたちょっとね面白いものもあるんですけど、最近のもうアメリカのテレビドラマやっぱヒットしてくると、なんていうのかな、本来あったストーリーを無理やり伸ばして無理やり伸ばしてシーズン5だ6だとかってなっちゃって、ちょっとだんだんボケてきちゃう感じがあるんで、まあ面白いドラマでも大体ねシーズン3ぐらいまでがね面白いかななんて思って見てますね。まあまあアメリカのテレビドラマということで言うと、やっぱ僕の中での一番のこうキングは80年代に、でも90年代初頭になりますかね、ツインピークスっていうドラマがありまして、ちょっとミステリアスなドラマがあって、あれは高校だとかってい こう設定は明確にはされてないんですけど、まあ、多分ワシントン州あたりのねこうアメリカ北西部のこう片田舎の風景、カフェとかそういうのが美しく出ててね、もうあれは今でもこうちょっと見るとあ新鮮だなっていうか、一番いい頃のアメリカだなと思ってちょっとね心惹かれるものがありますね。でまあまあ映画で言うと、まあ、まあ80年代の頃のものっていうのが一番その街の雰囲気、あと人の空気感、それで着てる服とか、あとなんて言うんでしょう、イケイケの頃のアメリカっていう感じがねこうすごいにじみ出てていいんですよね。でもう僕もそんな英語が喋れるわけじゃないんで、もうテレビらしく流れてても吹き替え版で聞く、もうだからマイケル・J・フォックスは三谷裕司さんの吹き替えでね十分なんですね。オリジナルじゃなくてもね、もうテレビ感があった方がいいんですよ。だからそれがBS でやってるなと思うと、またそこをチャンネル合わせると家族にまた見るのとか、もうどうなるか知ってるじゃんって言われても、これはねもう本能なので、もう見なければいけないっていうこうスッとそこに入ってっちゃうんで、まあこれは避けられないことなんですよね。だからまあこれをね実際自分とまたその時代を置き換えて考えてみると、まあ30年前僕が20代前半だった時に、じゃあ自分の上の世代の人が30年前の映画見てるっていうと、まあ西部劇だったりオードリー・ヘップバーンの時代だったり、まあ石原裕次郎さんとかのね若大将シリーズとかのものを見てるような感覚になるのかと思うと、まあ自分が取ってる行動は非常におじさんの行動になってるなっていう風なことを振り返って考えたりもしますね。でもねやっぱりねやめられなくて、同じ人たち同じ世代の方だったらもうそうそうって思ってもらえるところもあるかと思うんですけど、やっぱ次の世代にねこう見ながらね伝承していかなきゃいけないんじゃないかなとかって思ってるぐらいで、まあ本当はアメリカのいい時代っていうのを映し出してるし、
うん、今でもね何度見ててもね新しい発見っていうかこうあこんなとこあったんだなんていうものがあって楽しんでるんで、多分これはね、これから生涯やってれば見続けるのかなっていう思ってますね。もう私の一つの任務だと思っております。はい、まあ共感、同じく共感していただける方がいたら、まあそうだよなと、うん、思っていただければと思います。まあ今回はアメリカの映画ドラマについてちょこっと触れました。ではまた次回お楽しみにしてください。さよなら。